GCN の国広鈴木です。今回はシマノ DI2 のリアディレイラーの調整方法を紹介します。必要なものは 2mm の R 連キーのみです。僕がおすすめするのはストレートタイプのものになります。まず最初にチェーンの位置を、前は小さい方インナーギア、後ろを一番大きいスプロケットから5枚目に変速します。変速が終わりましたら、次はジャンクション A という調整ユニットを探します。自転車によってついている場所が変わるのですが、ステムの下、バーエンド、ダウンチューブのいずれかについています。そのジャンクション A についているボタンを2秒ほど長押しして赤色に点灯するまで押します。これで調整モードに入ります。これよりも長く押してしまうとプロテクションモードに切り替わってしまいます。その場合はさらに 0.5 秒押すことでそのモードを終了することができます。調整モードでは初期の段階から外側へ16段、内側へ16段、合計32段階の微調整ができるようになっています。小さい方のシフトスイッチを1回押すと、ディレイラーは内側、大きいスプロケットの方へ1段移動します。大きい方のシフトスイッチを1回押すと、ディレイラーは外側、小さいスプロケットの方へ1段階移動します。いずれも初期設定ですので、カスタムしている場合はボタンが異なることがあります。ボタンがどちらの方へディレイラーが移動するか分かりましたら、まず5枚目のスプロケットにチェーンが入っている状態からシフトスイッチを押して、チェーンを内側へ移動させ、4枚目のスプロケットにかすかに当たるまで動かします。次に大きいシフトスイッチを4回押します。この4段階戻した位置が初期設定の位置になります。位置調整ができたら、ジャンクション A のボタンを LED が消灯するまで押し、調整モードを終了してください。各段へ変速し、すべてのスプロケットでお隣がしないことを確認してください。もし微調整が必要な場合は、もう一度調整モードに変更し、リアディレイラーの調整を行ってください。次はリアディレイラーがどこまで動くかを設定するロー側とハイ側のボルトの調整です。まず最初にディレイラーについている H と L、 ハイとローのボルトを2回転ずつ緩めます。チェーンを最大スプロケット、ロー側に変速させ、ロー側制限ボルトを左リンクにちょうど当たるまで締め込みます。この時、締めすぎているとローギアに入りにくくなり、緩めすぎているとホイール側にチェーンが落ちてしまいますので注意してください。ボルトがどれくらい入っていくか目で確認しながら、そして締め込みすぎないように工具は軽く握って回していきましょう。次にハイボルトの調整になります。ハイボルトの調整の前にチェーンをアウターギアに入れます。アウターギアに入れたら、続いてチェーンを後ろのスプロケット、一番小さいスプロケットに変速します。リアディレイラーを変速し、最後に止まった位置で最初にリンクに接触するまで締め込みます。ここまではロー側と同じです。そしてそのハイの調整の場合は、その位置から制限ボルトを反時計方向、緩める方向へ1回転させ、オーバーストローク分を必ず確保するようにしてください。一度大きい方のスプロケットに変速し、
そして肺側にもう一回変速します。その時にリアディレイラーがオーバーストロークし元の位置に戻る動きをしていれば OK です。最後にエンドアジャストボルトの調整をします。前のチェーンをインナーギア最小ギア、後ろをローギア最大スプロケットに変速します。変速ができましたらエンドアジャストボルトを回して、上のプーリーとスプロケットの間がコロコロ音が鳴るまでエンドアジャストボルトを最初に緩めます。そこまで行きましたら次に上のプーリーがコロコロ音がなくなるまでエンドアジャストボルトを締めます。最後に変速できる最小スプロケット1枚目もしくは3枚目に変速し、チェーンにたるみがないかチェックをします。たるみがある場合はエンドアジャストボルトを時計回りに少し締めて、このたるみがなくなるまで締め込んであげましょう。たるみがない場合は OK です。これで調整は完璧です。もしこの調整でうまくいかない場合は、チェーンの長さもしくはディレイラーのハンガーが曲がっていないかを確認してください。いかがでしたか？これであなたも完璧に DI2 の変速調整ができるはずです。この動画が気に入ったらグッドボタンを押して、そしてチャンネル登録がまだの方はチャンネル登録をお願いします。そして僕が着ているこの GCN のかっこいい T シャツはこちらから購入することができますので、そちらもチェックを忘れずに。それではまた次のテック動画で会いましょう。さよなら。